伊上神社は、大阪府平方市にある神社である。式内社で、旧社格は村社。平方市駅付近にある。高尾神を主催神とし、須佐野野村、大山区神、大国主神を廃止する。須佐野野村は、菅神社の、大山区神、大国主神は、日吉神社の祭神で、明治時代に行使されたものである。河内名所杖、平方一万年寺伊上神社は、 元は、現在地から約100メートル南の旧位、加賀村座宮山に鎮座していた。創建の年代は不詳であるが、開花天皇の時代にはにぎはやひ命の五世の子孫で、物のべしの園祖である、イカイロ男の邸宅がこの地にあり、その敷地内に鎮座していたという。高尾人は水人であり、淀川の鎮守として創建されたものとみられる。縁起式神明朝では勝者に列している。 旧位、加賀村の宇治神として、明治5年に孫者に、劣格した。現鎮座地の万年寺さんにあったのは、須賀神社であった。須賀神社は、元は、五頭天皇社と称し、上岸14年、流行していた悪役の収束期間のため、当地にあった長松山万年寺の海祖、正亡が、五頭天皇を勘定して創建された。万年寺は、明治3年に、廃仏希釈により、 廃寺となった。旧、三谷村の氏神として、明治5年に孫者に、列格した。日吉神社は、岡村の鎮守神で、元は、三王大権年と称していた。創建の年代は不詳であるが、一説には、淀川の洪水で流れ着いた日吉大社の神体を、祀ったのに始まるとも、最長が、平安系の裏木門にあたる、この地に、 阿弥陀仏と日吉大臣を祀ったのに始まるとも伝わる。応仁の乱で消失したが、慶長5年に、平方城主、本田内前世正康が再興し、氏神として数形した。旧岡村の氏神として、明治5年に孫社に、列格した。明治42年10月14日、菅神社と日吉神社は、一神神社に合祀された。境内が狭いため、 翌10月15日、万年、寺山の元の菅神社境内に先座した。同年12月、新鮮兵白領とも新社に指定された。昭和9年、大風雨害により、社殿、社務所が大破し、翌昭和10年に再建された。境内社として、稲荷社、琴平社がある。平方八景、万年、寺山の緑印、伊丹梅林、万年、寺山の緑印が、 平方八景の一つに選ばれている。境内には約百本の梅の木が植えられており、梅の名所となっている。ありがとうございます。